はい、ということで始まりました。ですね、今回はですね、東京のトークショーイベントのオフ会に来ていただきありがとうございました。まあ、そちらにビンゴの1等当たりましたので、こちら開封していきます。違います違います、リスナーさんからすっごいでっかいのもらってね。はい、はい、なので、今からね、リスナーさんからもらったプレゼントを開封していきたいと思います。で、今回はね、東京から送られてきたんで、その日に撮ってるわけじゃないんですよ。なので、もしチームの方へっていうのがあるんであれば、それは、多分チームごとにみんなストーリーとかに貼れ貼ると思う。そうですね、今回開封としては出てこないです、うん、はい。で、あと、もらったものの名前はね、ファンの方の名前は言わないで、まあ、わかるんで、大体ね、これをもらった人は誰なのかわかるんで、名前は伏せさせてもらいます。はい、はい、で、この T シャツは今回、トンネル東京さんでオフ会やらせてもらったんですけど、はい、そちらの、運営するブランドみたいですね。はい、それを着させていただきました。ありがとうございました。いただきました。はい、のでやっていきたいと思います。はい、まずじゃあこちらから見ていきましょう。はい、とりあえず今回のイベント、意外とさ、誰やろ、忘れた開封しよう。やっばあんたがさ、配信時にさ、え、やば、ブルーのやねんけど、もう一個でかいの欲しいみたいな言ったからさ、餃子の時ですよ。遠いとこから持ってきてくれたよね、これ。餃子のやつが、ちっさいからこれぐらい、え、比べた、多分な、これぐらいと思う。どのぐらいか比べた、お名前ぐらいってか、言うてるやろ。なんか、実物見て比べた、実物見てどんだけ近く比べた。いやめちゃめちゃ比べたいな。確かに比べたよな。もう分からんわ、やっぱり比べた、やっぱり。うわー、できた、これめっちゃいいやん。ちょ、一回出そう。え、なんかしゃもじみたいなの入ってる。え、オリジナル、シリコントングやって。トングまで、やっば。え、待って、これ一回比べへん、ほんまに。比べよっか、比べよう。これランダって持ってる方が、でかい、ランダ持ってる方な。これが今日もらった方。めっちゃいいやん。え、待って、しかも色一緒にしてくれたの。え、ほんまや、嬉しいんやけど。ほら、一緒やん、まったく一緒じゃないやん、どう考えても。ほら、全然違う。ほら見て、バリでかい。めっちゃいいやん。え、売れ方、間違えた。え、ありがとう、面白い。二人の時はだからこれ使って、みんなの時はこれみたいな。ありがとう。一回またガラスプレートだけ洗ってから使わせていただきます。嬉しい。てか、ほんま最低じゃない、ゆい。直接も言ったけど、言ったけど、まだ最低なのもあんで、それたってわーってやったって。蓋貸して。そうやね、ほんまに最低やねん、ゆい。なあ、もうゆいらが言ったからそればっかりみたいななってさ、むっちゃ申し訳ないねんけど、ありがたー、ほんま。一応みんなに言っとくんですけど、ゆいめっちゃ今日お腹痛くて、ずっとなんで、もしかしたらトイレなんか噛むかもしれない。みんなからしたらずっとそこにおる感じになる。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、まずじゃあこれからあげていこうかな。これ何だっけ、6したそれ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 。はい、手紙はね、また読ませてもらいます。ゆいちゃん、なんちゃん、おい、わかるよ。結構もらったな、東京でも意外と。え、おしゃれ、かわいい。え、待って、60円あんねんけど。すげえ、絶対ちゃうよな、これ。全部違う、全部違う。最強。え、めっちゃか、待って、めっちゃ買いたい。めっちゃ絶対先やん。ほんまに。ありがとうございます。じゃあ次から、ゆうさんが来るまで買った。バイビー。ごめんなさい、お待たせしました。はい、じゃあ見ていきましょう。すいませんでした。痛すぎて、ケツなのめっちゃ痛い。どうした、大気もやで。いや、ゆいはほんまに便秘やってっていう感じやな。ああ、でも大気もやるの。大気はもう、多分食中毒レベル。で、便秘ってなった。うん、やったらもう終わってるもん。肌めっちゃ綺麗。一日終わるやろ、コスメデコルテのファンデーション。ガチで、ゆいもファンデーション買って、まだコスメデコルテの話は、だからみんな の意見聞いてガバッと食べたんでやるから。飲むよ。トンネル、トンネル。やっていこう。トンネル違うで。やっていこう。いきます。煙玉。金玉みたいな言い方や。煙玉やりたい、今やる、ここで。めっちゃやりたいな、これ。あかんって、そんなんしたら火災報知器なりそうなりますね、これ。
かなりくれたいな。最近買ったからさ、それでかなりいいわね、こっちから。え、うまい、ドラゴン三色の炎を噴出。え、やりた。ダンボールにまとめて入ったんでね、違うところに移動したりするんで、そうそう、私がかけたものから出てきてないってなったらごめんなさい。ごめんなさいね。これ T シャツ着てねって言ってました。 T シャツなんほんまに。いいもん、開けたらここにあるわ。違う、え、また別、え、別の子、え、結構着てねって言ってたらこう、え、一緒の子ちゃん。違う、それはここにあるの。あ、その子は、その子。え、何これ、誰がくれたの。あの子やん、後で言えば。え、可愛いんやけど。で、ゆいてらんの。待って、サイズ確認。 XL ごめん、XS、よかった。 XS、ちょっと待って。あー、いけるめっちゃ嬉しい。めっちゃ可愛い。えー、こっちに着替えた。一回着替えるか。うん、え、全然いける。めっちゃ可愛い。え、可愛い、これめっちゃ可愛い。これこのワンポイントがいいね。 XL めっちゃ可愛いな。あ、ちょ、どこと間違えた。 XL めっちゃ助かる。めっちゃいい、可愛い。夏っぽいわ。確かに、これから着ます。なんかこの色に合わせて日焼けしようかな。でも外ま外ある色が一番見ること間違えられない。かき氷の先生、ほんまどうしよう。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃかわいいやん。これ手紙かな。あ、手紙ね。はい、ありがとうございます。こちら行くの、あ、行きます。はい、かわいい。チップスター、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 あ、間違えた。あらららら、はいはい、レインボーボム、あの、あれやな、今日やるわ。映えやんね、これめっちゃ映えよね、これね。嬉しい。花火。お前、あ、この子や。ネズミ。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。はい、行きまーす、はい。こっち入浴剤入って。え、かわいい。カービィとヨッシー。ヨッシー好き。来たことね。ソウルハルトとかの。もういいんかな、入浴剤。使って何歳から。かわいい。なんか靴下欲しいって言ったから、くれました。かわいい、キティってやん。ありがとうございます。これやばいの着てるからね。なになに、キャラスターズ。何それ。トリートメン。トリートメン。いや、洗い流さない、やばぜ。え、トリートメン。オイル。あ、オイルか、トリートメンつやな。え、うざいな、言い方。何、うわ、コスメデコルタのマスクや。え、リポソームなん。え、高いのに。え、ここに値段剥がさ、値段剥がさ。え、嬉しい、かわいい。ありがとうございます。シャンプー、え、めっちゃいいやん。え、待って、え、待って、持ち運び。え、めっちゃ嬉しいやん。こんなケラスターゼのさ、え、これ何、シャンプーの。え、え、使われへん。え、トリートメントじゃん、これ。シャンプーとかいくらで、後ろほら、あ、ほんならシャンプー、トリートメントと洗い流さないトリートメント。え、そうなのかな。え、やば、めっちゃ嬉しい。トリートメントとか書いてるやん。シャンプーとか書いてないじゃん。トリートメント、あ、これとセットやじゃん。ありがとう。無理やって。え、なにこれ、めっちゃ良さそう。これ友達と洗濯先持っていきます。え、いい、大丈夫、いいよ、持っていきます。大丈夫です。え、マジでめっちゃ嬉しない、これ。これめっちゃ嬉しい。ありがとう。いいわ、いいな。はい、来ました、見て。はい、なんかこの人が DM で、うん、買うから買わんといてなって言われとった、うん、ワンピース103個、で買ってくれたんですよ、これめっちゃ嬉しい。でもこれってほんまに、うん、ランが今さ、東京最近撮ったやん、だからワンピース読まれへんくって。え、もう100人まで読んだ。え、もう100人まで読んでんねん。103がその課金できへんくって、ゆいが買ってくれたのに東京にはないから、これがだから結局携帯で課金してたんよ、うんうんうん、で103か課金できんかったよ。なんで課金するの、ほんで100人まであるのに。今我慢できんかって。え、じゃあ買ってもないやん、全部売るわ。無理無理無理、あれはもういい、もう分かった。違う違う、売ってみました。しかも言ってたよ、新品やし、開いてないし。待って、マジで、ちょ、待って、自分が言っとったよ。高知行った時にワンピース読みたいって持っていこうかみたいな。え、それやったらその分だけ課金したらいいやんって言ったら自分やねん。だからほんまに課金すると思ってなかったから、そうやって課金するんやったら別にいらんやん。ありがとうございます。え、だって課金したらずっと見れるやろ、携帯では。うん、いられへん。一回だけなん。うん、一回だけのやつ。ガチ、うん、もったいな。ぼったくりもええとこやな。見て、これ歌のチケット。え、どういうこと？めっちゃ嬉しい。ぼったくりもええとこだ、なんで。あ、これ映画見てなかったら分からんわ。なんか分からへん。なんかこれめっちゃ嬉しい、飾ろうっと。アユのロゴみたいな。違う、歌。ありがとう。次、ユイいきます。ジョーマラソン。はい。そう、言っとった。バスオイル使ってる。バスオイルやって。ちょっと待ってな。これ、手紙いつもありがとう。わかるよ、ありがとう。え、かわいい。インド麺。待って、いい匂いする。めっちゃいい匂いする。え、
バスオイルって何、あの入浴剤ってこと結局は、うん、ゆいらちょもうよう使わんって、やばやばいって、おい、え、めっちゃいい匂いする。え、これ一回きり、え、ちゃうやろ、え、そうなの、わからんちょっと調べます、ありがとう気まずそう、嬉しい、これ開けよう、うん、なんちゃんへってありがとうございます、これはゆいちゃんへってことで、ありがとうございます、はい、開けます、なんやろこれ、前もこのラルフローラーくれて、もうそうだったよね、次は何かなって言って終わったから、え？何？あ、バケハ？めっちゃ欲しかったよ。あ、うん、バケハちゃう。え、めっちゃいいやん。え、可愛いな。黒のキャップ、めっちゃ可愛い。え、可愛い。で？めっちゃ嬉しい。やばい。可愛いな、バケハ、バケハ。え、すげえな。なんか揃えてきてはるんかな？なあ、嬉しい。次は何やろな？コピーって言ってるやん。コピー。いきます。じゃあ次こちら。あ、手紙いただきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。え、すげえ。カーパック。これなんか TikTok で見たことあるかも。そうなん？うん。これ。うん。これちょっとイケのやつ。ポーチもらいました。ちっちゃいポーチ。嬉しい。やっぱ、ありがとう。あ、お手紙ありがとうございました。リズのお二人へ取る仕事でもございます。あ、これ。何？あ、みんなマジで使った方がいいよ、これめっちゃいい匂いするから、一本使い終わってもう終わってた、はい、こちら、あ、感動のやつやん、スターリーズの DVD すごいね、作ってくれたみたいで、また見ますね、見ます、これ終わったら別の、で、手紙と、手紙ちょっともらっときましょうか、別でしょうか、うん、ありがとう、ほんまにすげえな、嬉しい、マジでこんなの作ってくれて、ありがとうございます、ありがとうございます、これいきます、あと、なんか、あ、ランちゃんに渡したやつやのに、ゆうちゃん開けちゃってるとかなっても、ちょっとごめんなさい、そうやね、分からできなかったんで、申し訳ないです。はい、次行きましょう。いやー、なになに、大好き、ありがとう、大好き、嬉しいな、めっちゃ嬉しい、待って、お菓子いっぱいある、え、待って、久々に来た、なになになに、これ、めっちゃ嬉しい、うわ嬉しいな、しかなくなってきてたんですよ、せんな、すごい、ほんまにめっちゃ嬉しい、嬉しいな、なにこれ、なにこれ、砂、瓶の気圧やライン、なにこれ、なんかなんかすくうやつやから、なんか体がゴシゴシするやつ、入浴剤って感じ、わめっちゃ良さそうやん、なにめっちゃいいんじゃん、え、やりそう、入れてよ、かわいい、これなんかトイストーリーの乗り物、これ開けていい、え、すごくない、これ乗り物初めて見た、こんな20分以上の入浴がおすすめです、どこのやつ、これ初めて見てんけど、マザーアースソリューションって、うわ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 、な、うわうわ、え、カーパックとしても使うらしい、え、何これ、ペットにも使う、ほんまや、一回開けてみるか、しんちゃんちょっと臭いね今開けたかやろ、あんまり、あ、匂いないです、へー、クレイ系や、クレイ系、はい、匂い入れさせて、あかんて、こんなとこやったら絶対絶対あかんて、絶対コースだよお前、よしよ、うわ、結構よし、え、これお風呂場に置いたら、お風呂場に置いたらさ、絶対おしゃれやるな、絶対おしゃれ、うん、絶対かわいい、かわいい、だからごめん、鼻水絶対出てるの、マジでこれこぼしたやつ、しばしばうちの家で大事にもらったやつやから、え、すげえかわいい、ありがとう、初めてのもらい物ってこういうの嬉しいよな、こういうのあるよって、ごめん、初めてこんなの吹いたの、これいっていい、これなんかチームにみたいなこと言ってたから、
多分これスタコにちゃうかな。うん、あの自分らが思ったように分けさせてもらいます、ね、もしかしたらこれ、これは何やろ、分からんけど、えっ、こっちもらっていい、多分これスタコやな。あ、分かる、これバームスティックのアマオのラン、うまそう。いやー、これ大好き、アイスと一緒に食べるの好きやね。これうまそう、ありがとう。柿の種、うわ、え、うまそう。何これ、もみじの、いや、これやばい、なんかもん、まんじゅう、絶対うまいやん、もみじのなんかあのクッキー、食べっ子動物、大好きなの、やっと会えるって、ありがとう。ちょっと名前あるのでこちらで服をしてもらえ、あ、歌やで、チャルメラ、すげえ、チャルメラってのは食べたことないかも、先生、すげえ、チョココの抹茶、あんたやん、これめっちゃ好き、まみれのバカンス、バカンス、あれやね、何て、ハリボン、ハリボン、おしゃれなんでてで、これゆいちゃんやなんちゃんやって書いてるわ、ほらら、さっきじゃ行かしてもらいますね、うん、こうやってさ、もう分けてくれることがさ、もう可愛い、そう、ほんまにそうやな、可愛い、なにこれ、もちろんつぶつぶオレンジ、待って、見て、レインボーのプリン、プリン、絶対プリン、プリンの匂いやん、絶対プリンやもん、だから、え、めっちゃ嬉しい、やばい、絆創膏もらった、助かる、助かる、クマさんの絆創膏、嬉しい、ありがとう、ヨッシー、めっちゃ嬉しい、ヨッシーバスボール、これも使いたい、めっちゃ嬉しい、合いますって、マジで嬉しい、東京とか旅行行った時は絶対持っていくんですよ、パックありがとうございます、え、待って、手紙をもらいました、たかった、あ、もう一個手紙、これね、さっきのジョー・マローンのお手紙さんですね、手紙ね、わかりました、でもしまいます、え、なんかユイめっちゃ梅好きになってるけど、そんなん言ったっけ、これ、見て、ランズと食べたかったよ、これありがとう、男の恵み、ほら、梅めっちゃ好き、海苔のハサミ焼きの梅、梅練り、ゆい今日から梅にしよう、え、なあ、絆創膏さんにもらったの、え、あの、くまさん見て、かわいい、プリン、プリンかわいい、めっちゃかわいい、使われへん、こんなパック、かわいい、嬉しい、カーパック、え、待って、ヤングドーナツ、ありがとう、今食べよう、嬉しい、いただきます、な、熱い、待って、我慢してほしいな、ゆるかを食べないで食いてるの、いや、うまい、じゃあ次私行きます、え、この子手紙すげー、見て、映画すげー、すげー、何これ、メッセージ、コーラなこれ、え、めっちゃ可愛い、これありがとう、ありがとうございます、あれやね、これもあれやで、絶対あんたがおそろにしてな、あのプラサイとか言うからおそろにしてくれた、え、待って、めっちゃ嬉しいの見つけた、何、エアータグ、え、これ忘れ物するやつにつけとったらどこか一番するやつ、めっちゃ嬉しい、もうこれ手紙、ありがとうございます、え、めっちゃいい反応させるようなものも、めっちゃ嬉しい、これめっちゃ嬉しい、めっちゃ気になってて、チャイナクさんとこ、え、これをなくして、だこれは例えばこれキーホルダーつけれんねん、これを鍵だとったら鍵がどこにあるかって分かる、家の鍵だと、でもいいし何でもいいよ、だから、え、めっちゃいいよ、そうだからリーちゃんこれ首輪につけとったらリーちゃんの女の子分かるっすよ、すげえ、エアタグ鬼ごっこして、あれしょしょしょ、そんな感じ、すげえ、お茶のパックのお茶、お茶パックのお風呂水筒よ、かわいい、めっちゃ良さそう、これお茶、お茶パックとか、え、めっちゃすげえ、飲んだらあかんなったやつよね、さすがに、いただきます、いや、あ、これ、あ、わかる、一緒に写真撮った、一緒に写真撮った、ね、私のお空なんですよ、寒いね、お空やねーって、ここら辺も待って、えぐいの来たで、うわクラスターできた、シャープ2個目、うん、あ、これちっちゃいの、そう、1個目、めっちゃ嬉しい、うちは、デコルテの、化粧水、あんたが今使ってるやつや、そう、あ、めっちゃ嬉しい、これは、え、
これ何もするか知ってます？ほらこのエコバッグすぐ欲しかったのに、東京でエコバッグ買った。お前やな、欲しい。続いたんだ。めっちゃ嬉しい、ありがとう。エコバッグ最近好きやね。1万円のデコルテ。え、待って、タスカ、ゆい見て、エコバッグスヌーピー。これでお風呂行ったら、お前や、行く。手紙ありがとうございます。リポソームの、あの、タスカ、めっちゃ助かる、えぐいなあ。もう旅行行くときこの人ほんまにめちゃくちゃ集めてるからな。これほんまに嬉しい、ありがとう。これさ、めっちゃ美味しそうって言ったから、これと一緒に写真撮った。こっちだっけ、こっちか、こっちなの。食べるわ、後で。ありがとうね。じゃあまだ履歴書いただきました。んで履歴書もいただきます。あの場で言うとった。なんじゃあるから、あいう考えねえやこれが。サイズ50年アニバーサリー。これすごいよな、ほんまにこういうの作ることほんまにすごいなって思う。一個一個作ってくれたアルバムみたいな感じが。好きやけになってか。で、ザボディショップの何やろな。すげえ、何これ。な、絶対柑橘系やん。え、ほんまや、ゆずや。え、抹茶好き。え、抹茶。すげえ。何これ。え、何。ボディローション。え、好き。これシポシポで出るよって。え、好き。え、すげえ。匂いどんなんやった。ゆず。めっちゃ好き。え、めっちゃいい匂い。え、これなんか柑橘系いいな。え、めっちゃいい匂いする。これ一緒使いたい。え、これとこれお風呂屋さんのというか、だからこれとこれで友達さんの人決まってきます。はい、ってことで全部当てましたよね。終わりかな、会えたかな。いや、東京でもこんないただけるんですか。そうなんです。本当に嵐いいんですけど。え、すごいですね。皆さんプレゼントなんかいらないですよ、みんなユーラのためにね。そう、だからそこを、こんな考えてくれたりとかしてくれてるけど、もう全然自分のために使ってください。もう会いに来てるだけでユーラほんまに嬉しいかも。何回も言ってるけど全く考えてなかったもんな、プレゼントもらえること。そう、忘れててんだから。あ、そうなんだよ、プレゼントやみたいな。持ってきてくれることにほんまにありがたいです。ありがとうございます。ほんまにいてくるだけでほんま十分なんで。はい。また次をね。次もそれで次やる。そうだね。次はね。またね。認識見て。そうだね。ちょっとなんかやりたいこと考えてるんで、もう。まあ、でも29やから、最近思うね。何回やとオフ会できるんだなって。まあ、よくやん、うん。あと何回やんとディズニー行けるんやろって。うん、限られてきてるわけやん。そう、まあ1回を大切にしていきたいの。ほんまにいつ解散するかわからんし。いや、それはないかもしれんけど。違うよ。その、いつ、その終わるかもわからんわけやんか。だからオフ会ができてることも当たり前じゃないから、こうやって一回一回会いに来れるときは皆さん会いに来ていただきたいですし、今回が最後、今回が最後やって思いながらね、うん、会いに来てください。はい、ということでまた東京とかね、福岡とかもやりたいなって思います。やりたい、いろんな形で会いに行けるように頑張りますので、また、はい、よかったら会いに来てください。お願いします。ということで皆さんありがとうございました。バイバイ。また東京行くね。 あとあのお花ももらったんですけど、お花はもう置いてありますので写真撮ってね。あ、そうそう、一緒だね。ありがとうございました。